秀樹還暦。私たち同窓会ファミリーの仲間西城秀樹さん、なんと4月13日に還暦を迎えました。当日ファンに感謝するイベントが開かれましたが、そこに登場したのは Happy Birthday to you。 デビュー当時からのライバルであり親友がサプライズ登場。野口五郎さんがケーキでお祝いです。さらに一回だけ今まで知ってなかった知ってなかったっていうのが、知ったことないことだけ一回させてくれないかな。いいよ。346日先輩なんだけど人生ではね、芸能界で1年先輩だから、一緒ね。ちょっとだけ上から目線で一回だけやらさせてほしいんだけど、抱いていいか。イニシアチブ俺な。さすがバラエティも得意だった五郎さん。おめでとう。ありがとう。抱いていいかと笑いを取ってお祝いです。さてもちろん私たち同窓会メンバーの有志もお祝いに駆けつけましたよ。涙を拭いて僕と歩いて行こうよ。この道は戻れない、青春という季節。そういうことも時にはあるだろう。若い日に届かない、さらばと言って行こう。涙を拭いて僕と歩いて行こうよ。雨の日、風の日も青春という季節。ことも話し合って行こう。今日から明日にかかる小さな橋を渡ろう。さらばと言って行こう。一日一日頑張ってる様子私たち間近に見てますのでね、もう本当にもっともっと元気になってほしいなと思ってる今日この頃です。本当に秀樹さん還暦おめでとうございます。こっからはねもうゴーゴーゴーの若い60代ですから。60ウェルカムトゥ60とうに60を迎えました小川智子でございますけども。ではこの日8年ぶりの新曲として発売されたアルバムから蜃気楼です。この曲は
バトルクライ、コウさんの楽曲で。二度の大病で倒れた秀樹さんがこの曲を聴いた時、復活に向け奮い立たせてくれる響きを感じたといいます。そしてこの日のための門出の新曲としてカバー録音されました。
る新機能同窓会メンバーはこれからも西条